はーい、皆さんもちろんのっぺです。ウィニングポスト9 2021、やってみましょう。さあ、前回はこちら、ファビュラスラフィンちゃんが香港トリプルクラウンを取りました。おめでとうございます。フランス牝馬3冠についての3冠ですね。で、現在ですね、実はシーキングザパールがこちら欧州3歳牝馬マイル3冠、こちらも狙っていますんでね。さあ、それもやっていきましょうか。よーし、やっていきまーす。さあ、で、お金がかなりあるんで、じゃあこちらやっていきましょう。11施設の強化で6億円、工事期間は16週間。よし、行きましょう。さあ、11施設の工事やっていきます。で、完成は9月4日か。うん、よし、了解しました。さあ、ではシーキングザパール欧州3歳牝馬マイル3冠狙っていきましょう。コロネーションステークス、これさえ取れば3冠決定でございます。で、シーキングザパールどうでしょう。単勝オッズは 1.7倍。あ、ダントツだね。まあ、これも硬いだろうって思うけどね。シーキングザパールは本当に強い。さあ、頼んだで。さあ、コロネーションステークスでございます。場所はアスコット。アスコットってどこだろうな。まあ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 、でもね、立派な競馬場ですよ。見てください見てくださいよ。さあ、では行きましょう。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。まあ、海外でもね、十分シーキングザパールは活躍できるんで、あ、これからはね、海外を視野に、ね、こうレースを組み立てていきましょうか。さあ、ガンガン G1 戦っていきましょう。さあ、シーキングザパール、あ、めっちゃいい位置じゃないここ。並んで12番サラトガバリダ。さあ、どうでしょうか。隣にアトラクティブモーター、白の帽子、シーキングザパール、いい位置につけました。とね、まあ、本当はあれだったっけ、ファビラスラフィンちゃんがこの欧州3歳牝馬マイルを狙ってたんだけどね。まあ、さすがにレース感覚がね、ひどすぎてねやめました。さあ、上がってきました。めっちゃいい位置、どうとでもできる。さあ、上がってきました。さあ、これもどうでしょう。安心して見てられると思うんだけどちょっと後ろの馬も上がってきてる。大丈夫大丈夫、粘れる。あー、まだ 200m ある。でも、よし、根性あるんだよ。すんごいすごいな、素晴らしい。やったー、 OK。 いや、ほんと圧勝だったのかな。いや、でもなんかこう追いつく感じしなかったね。そう、ヨーロッパ牝馬さんマイル3冠達成しました。やったー、ファビラスラフィーちゃんに続きましたね。ナイス、竹さん、ありがとう。やりましたよ、野さん。これで欧州牝馬マイル3冠達成ですね。海外遠征でここまで走れる3歳牝馬なんて、シーキングザパールは特別な馬ですよ。ありがとう。あ、そして飯田さん、こんにちは。あんまり面識ないけどね、うん、ありがとうございます。いやー、すごいわ。さあ、現在ですね、お金とお守りがたくさんあるということで、じゃあ庭先取引やっていきましょうか。まずはそうだな、ヨーク、ね、こん中だとテイエムオペラ王、オリエンタルアートか。オリエンタルアートはね、この後ね、ものすんごい子供を産んでくれる繁殖牝馬になるということで、まあでも虹色だもんな、買えないんだよね。まあ、なので金色以下から選んでいかないといけないですね。そうだな。さあ、じゃあまずはこちら、銀のお守りでエアシャカール買っていきましょうか。エアシャカールはね、こちら菊花賞と皐月賞買ってるんですよね。すごいな。まあ、なのでこの子で3歳ボーバークラシック狙っていきましょうか。じゃあ買っていきましょう。はい、こんにちは、どうも。で、エアシャカールを買いになりたいとのことですか。ね、じゃあ銀のお守りを使って、で、1億700万か。まあまあ、うん、まあ届かなくはないからね。まあ買いましょう。はい、じゃあまずは買いましょう。はい、で、次はそうっすね、エアシャカールの次は、じゃあこの子、シルクプリマドンナ。この子はですね、こちらオークス飼ってる子なんですよね。すごいね。なので、じゃあこの子買っていきましょうか。しかも銅のお守りで買えるっていうね。よし、じゃあお願いします、萌木ちゃん。で、シルクプリマドンナはすでに買い手がついてる。まあまあ、そんなこと言わずに、で、銅のお守りを買う。で、これで1億4200万か。まあ取り返せるでしょう。じゃあお願いします。
さあで2頭買いましたということで能力を見ていきましょう。はい、で現在こちらヤシャカール、あーっとめっちゃ評価高い、よかったよかった。でシルクプリマドンナも評価高いね。オーケーオーケー、この2頭は買いだったわ。さあそしてセールに行きましょう。で宇野さんの陽子をセールに出しますか。うん、出します。ねまずはカリスマさんオペラ、この子はね私立に出てくる馬なんですけど、あんまり評価高くないかな。まあなのでこの子は売ります。でペペペペバリちゃんも全然評価高くないんだよね、なのでこの子も売ります。でシルクプリマドンナ、エアシャカール、そしてフェアリードールの97もね、カッパギさんは20丸つけてるんだけど他の人たちはまあうんともすんともなのでこの子も売りましょう。じゃあこれで行ってみます。はい、さあでみんな、うん、そうだね、原さん呼んで、で上田プレーブの競りに参加してみませんか。上田プレーブ、でもね原さんの言うことねなんか、うん、ちょっと私はなんかうんともすんとも言い難い。でコメントの方は、なるほどなるほど、まあ原さんは押してるんだけどな。ほうほうほう、おーで名馬列伝は、あーでも結構重賞勝ってんな。まあこん中でちょっと引っかかる子はいないかな。まあなのでじゃあ買いましょう。はい、さあヨークたちはどうなった。あーでもいい価格で売れたね、よかったよかった。うん、よし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 、いいぞいいぞ、よかった、やったね。で現在所持金が13億、素晴らしい。でまだ獣医施設はできてないんだね。さあではファビュラスサフィンちゃん、今週はジャックル・マロア賞の発想でございます。フランスでの戦いです。さあファビュラスラフィンちゃん、まあダントツの一番人気ですね。地元ヨーロッパのファンにも期待されてるよ。ああそうなんだ、有名になったな我々も。さあではファビュラスラフィンちゃん頑張って。まあこのレースも圧勝だと思うけどね。さあ来ました、ファビュラスラフィンちゃん。まあこれもいや勝てる勝てる、大丈夫大丈夫。いやちょっと後ろからめっちゃ来てるよ。さあどうでしょうか、残り 200m。 まあ大丈夫か、大丈夫。オッケーオッケー、いやナイス、素晴らしい、よかった、すごいなこの子は。 G1 何個勝ったんだろう。さあファビュラスラフィンちゃん、さあ国内に敵はいないのではないでしょうか。さあそして、ジャックル・マロア賞はマイルドは世界最高クラスのレースですからね、遠く海を越えてそうした甲斐がありましたよ。本当だよね、本当に。で G14 連勝、ああそうだ、あのね連勝記録一旦途絶えたんだよね。さあ野さん、萌木さん、先週はジャックル・マロア賞でファビュラス・ラフィンが頑張ってくれましたね。うんそうやね、ラフィンはエナの大好きなアシゲちゃんだからいっぱい応援したんだよ、ありがとうございます。うんありがとうね。さあファビュラスラフィンちゃんも G1 は11勝目か。うんうんうん、いやー戦績すげえな。それにしてもラフィンちゃんは可愛いよね。あわかりますか、クリクリっとした愛らしい瞳、それになんといっても大人なムードの黒みがかった馬体。えなもうラフィンちゃんの虜なんだよ。この子変わった子やもうわからん、これからもラフィンちゃんにはもっともっと頑張ってもらいたいよね。それにしても布さんには大感謝だよ、可愛いアシゲちゃんをこんなにもたくさん育てた人は布さんだけだよ。ありがとうちょっと引いちゃってる私。これからもよろしくね。うん、うん、でこれをプレゼントするんだよ。あーキナコマンドありがとう、いつもサンキュー。でお礼に銀のお守り、 ありがとうございます、嬉しいな、やったありがとうエナちゃん、めちゃくちゃ嬉しい、よかった。エアシャカール買ったからね。うんそうそう、あでユキノさんも来た、こんにちは、よかった。エアシャカール買った分のお守り浮いたね。こんにちは野さん、立花さん、お祝いに伺いました。お祝いですか、一体何のお祝いでしょう。それはもちろん野さんの名声が私の名声を上回ったお祝いですよ。あマジか、やった、おめでとうございます野さん。いやすいません、なんかありがとうございます。正直に言いましょう、自分は慢心していました。自分より後からは馬主になった布さんがもともと親から地盤を引き継いだ自分の名声を上回るはずがないと。
申し訳ありませんでした、皆さん。これより謝罪します。いや、全然謝らなくていいです。うん、あの全然あの闇だと思ってなかったです。いや、この人は爽やかやな。一からオーナーブリーダーとして道を歩まれ、着々と地盤を固めていかれる野さんの行動力には正直驚きを隠せませんでした。今では野さんを心より尊敬しています。ありがとう。ね、恐縮しちゃうよね。うん、あ、必ず巻き返してみせますよと覚悟しておいてください、野さん。ありがとうな、ゆきのさん。なんだかものすごい熱意が伝わってきましたね。いやーね、いい方だよね。あのいけすかないメガネとは大違い。で、たけさんもいらっしゃった。すげえ、めっちゃ来るね。さあさあ、で、絆コマンド、好きなのをくれるの？じゃあ、4週間限定で1歳億のスピード育成度大きく変化。うん、はい、これにしましょう。はい。さあ、今週はですね、こちら、グラスワンダーがデビュー戦でございます。2歳シンバ。9月の3週目でございます。芝の 1800m だね。で、1.5 倍、圧倒的やな。まあ、これは勝つやろ。さあ、グラスワンダー、ああ綺麗な栗毛だよね。初めてのレースですが、いきなりからやってくれるんじゃないかなと期待してるんですよ、カモさん。さあ、ではカモさんの手腕はいかに。で、騎乗ジョッキーはね、森秀樹さんっていう方だね。で、作戦は差し、よし、行きましょう。わあ楽しみだね。グラスワンダーはね、ウマ娘はね、めっちゃ出てくるからね。うん、そう、スペシャルウィークちゃんのね、ライバルなんですよ。で、スペシャルウィークちゃんはね、ちょっとデビューが遅めになっちゃってるんで、もう少ししたらだね。さあ、2歳新馬。さあ、行きましょう。阪神競馬場、本日の第4レースの発走です。うん、さあスタートは、うん、いいね。さあまずはまずはグラスワンダーどう出るでしょうか。さらにはオートリサイレン、断然の一番人気、グラスワンダー、その後ろ先手を取ったのは楽しみだね、グラスワンダー。グラスワンダーに3歳ボバクラシックを任せようかなと思ってて、でスペシャルウィークが海外のクラシック取ってもらおうかなっていう予定なんですけどね。で上がってくるの早差しじゃなかったの。さあここは森さんの手腕を信じましょう。すぐ後ろ、まあこれで勝てなかったらさすがにね、私も怒っちゃう。辛い展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身。さあグラスワンダー。さあ先頭はまだ3番アマミロンリー。2番手この世代はね、本当にもう強い馬ばっかだから、いい位置です。本当ね、もう楽しみなんですよ。さあ行きましょう。さあこれでできれば最優秀馬主とか最優秀生産者とかになってほしい。私。うん、さあ行きましょう。この差が広がります。さあどんどんリードが広がっていくやばい、ね、2番人気の馬だな、あれがもう全然動かないすごいな、めっちゃ走る姿綺麗だね。わあすごい綺麗、この子はイケメンやわ、すごいな、イケメンでしかも速いっていう、恐ろしいわ。さあグラスワンダー、やりましたよ、野さん。グラスワンダーは本当にいい走りをしましたね。デビュー戦からこれだけ受けるんですから、これからが楽しいですよ、森秀樹さん。この人もね、かなり能力が高いんでね、これからじゃあ主戦に、この方を選びましょうかね。今日は森騎手もいい騎乗をしてくれましたね。主戦にしようと思うんですが、よろしいですか？はい、お願いします。さあ、森さん頑張ってね。はい。最後の直線で感じたんですけど、姉妹の足が力強いっていうか、そうだよね、なんか坂っていう感じじゃなかったもんね。いやー恐ろしい馬よ。さあ布さん、新馬勝利おめでとうございます。若菜ちゃんこんにちは。グラスワンダーはいい馬ですね。あの馬は来年のクラシック戦線で主役になるような気がします。私もそう思うよ。うん、そのつもりでございます。ふふ、若菜さんはクリゲの馬が好きですから、あ、そういう設定なんだ。さあこちらペペペペ牧場で獣医施設の工事が終了しました。よしよしよし、これでさらに出産馬や故障馬の介護を行えるようになるでしょう。獣医施設の規模を最大まで拡張しましたので、放牧中の競走馬の持病改善や繁殖馬の受胎率についてはある程度納得いく効果が得られるはずです。それから最大規模まで拡張したことで、もう一つ獣医施設を建てれるようになりました。うん、なるほど。
だからね、複数立てたいんだけどね。まあなので次はですね、こちら観光施設はもういらないか。まあガンガン買ってくれてるもんね。じゃあ観光施設壊しましょう。はい、撤去します。あら、あそこにいるのは高松さんですね。あー、凱旋さんだ、こんにちは。これはいい。どうされたんですか高松さん。この牧場の獣医施設はかなりのものですね。これなら故障のリスクを最小限に抑え、持病の改善も期待できるでしょう。なるほど、野さんはなかなか優れた競走馬への哲学をお持ちのようですね。それでは今日のところはこれで。それだけ言いに来たんかい。ふふふ、嬉しい。高松さんに褒められてしまいましたね。でね、本当に。で、高松さんで、凱旋さん。で、こっちにいるのがね、そう、高松景樹さん。あー、だから凱旋さんの娘なんだ、やっぱり。ここ親子だったんだ。そうか、そうか。でも、景樹さんは、有効度10か。で、一応、プロポーズも可能なんだね。え、凱旋さんがお父さんになるのか。どうだろうな。ちょっと考えさせてください。さあ、ではグラスワンダー2戦目、アイビーステークスですね。オープン格上挑戦でございます。で、スズランちゃん、こんにちは、どうも。で、野さんのグラスワンダーと私のベルズアトザトップが一緒に走るみたい。ああ、そうなんだ。ベルズアトザトップ。まあ強そうやね。で、ちなみに、で、ダントツで私のがトップっすね。で、なんだっけ、ヘルズアトザトップ 9.6 倍か。まあこれだったら勝てそうだけどね。行きましょう。さあ、グラスワンダー2戦目でございます。さあ行きましょう。またあのクリゲのね、こうかっこいいイケメンな走りを見せてほしいです。で、日本レコードは LA ウィンなんだ。そうか、ダンツシアトルと一緒に海外競りに出されてたやつだね。この子もね、買いたかったんだけどね。まあいかんせん金がなかった。まあだけどね、本当は必死アマゾン買いたかったのよ。必死アマゾンがね、10億も東京競馬場、いるとは思わんかった。第8レースの発走です。まだあのことをね、私言ってるから。で、ちょっと出遅れた。グラスワンダー大丈夫。この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけて天馬コンサー行きました。あー、でどうでしょうか。グラスワンダー、その外にステーキャリア。まあこの子はね、朝日杯山菜ステークスかホープフルステークス挑戦してもらう予定なんですけど、ちょっとね、スペシャルウィークがね、今12月4週にデビューの予定なんで、だいぶね、遅れてきちゃったんだよね。しまったな。まあなので、どうしようね。まあでもね、その分寿命が伸びてくれればいいと思うから。さあ、でそのベルザートトップがどうなんだろうね。さあ、先頭は依然としてスリルエスプレッソ。まあグラスワンダーちゃんなら勝てるでしょう。さあ来たよ、グラスワンダーちゃん、コース空いてるよ。さあ上がってこい、来た来た。すげえ反応がいい。さあ、ダントツでございます、グラスワンダー。さあ坂も越えまして、もう坂っていう感じじゃないもんね。全然減速しないもん。さあ、ダントツ、すげえ。すげえ、めちゃめちゃ強い。いや、これスペシャルウィークと戦わせたらどっちが勝つんだろうね。いや、それもやってみたいけどね。いや、それはちょっとやめとこう。やってみたいけどやめとこうね。さあ、グラスワンダー、やっぱり圧巻の一番人気の1位だね。いやー、この子はね、本当にいい走りをしてくれました。このクラス以上の力があるということですね。いやー、いきなりオープン馬になっちゃったね。いやー、この子の G1 はどうなんでしょう。楽しみですね。さあ、そしてスズランちゃん、いいレースだったわ。本当にグラスワンダーにあんな走りをされてはね、まあね、ちょっとあの子はね、もう異次元だよね。さあ、今週はファビラスラフィンちゃんがエリザベス女王杯でございます。まあこのメンツだったら勝てそうだけどね。さあ、どうでしょうか。で、ここでも力は上ですからね、いい走りを期待しましょう。まあ国内だったらね、まあ敵なしだと思うんですけどね。で、これが2番人気のメジロドーベルか。メジロドーベルも強いよね。さあ、では行きましょう。
さあ最終コーナーを回ってきました。ファビュラスラフィンちゃん現在3番手でございます、ね、さあ上がってきました。来たぞ。さあファビュラスラフィンちゃん、あ勝てるでしょこれ、もう安心して見てられるもん。すごいなこの子も相当泳ぎがすごい。で根性も S プラスだと思ったら、くる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 、気をつけて、危ねえ危なかった。いやー今のはびっくりした。あー危なかった、めっちゃ焦った。ちょっといやメジロドーベルも強えな。でダンスパートナーもいるしね。いやさすがエリザベス女王杯、あだけどなんとか勝ちました。ナイス。ちょっと焦ったよ今の。でも本当にさあ行きましょう。さあ竹さんコメントください。エリザベス女王杯連覇、そうか連覇か。今日騎乗することができて本当に光栄に思います。さあエリザベス女王杯連覇を達成できました。ファビュラスラフィンの強さには頭が下がる思い。そうですよね、ありがとうな本当に。さあでタケさんとの絆はどうでしょうね。今レベル4とかそんぐらいかな。さあでこの方は塩田さん、ラフィンのオーナーの野さんですか。あはいそうです、やはりそうでしたか。私は調教師の塩田と申します。以後虫よけを、あどうも、うん、ありがとうございます。また何か機会がありましたらね。そうですね本当に最近ねめっちゃね調教師とかね馬主の方がね挨拶しに来てくれるんですよ。めっちゃたくさんいるね調教師とかね。でシーキングザパールがマイルチャンピオンシップ、シーキングザパールもねめっちゃ G1 勝ってるからね、この辺もねお見せできたらなと思うんだけどね、まあ、カットしないとねもう父としてね牧場生活が進んでいかないからね、まあ、ここはね惜しいところです。でエリザベス女王杯ではファビュラスラフィンとメジロドーベルが熱い戦いを繰り広げてくれましたね。ということでライバル認定でございます。いやーでも最後の追い上げすごかったね、ちょっと焦ったわ。さあそしてそしてでマイルチャンピオンシップ、はいはい、ここではシーキングザパールが一番でしょう。待機シャトルあでシーキングザパール、そうか2番手か。さあでは、はい、戦い待機シャトルとシーキングザパール。待機シャトルもすごいもんな、勝てるのかなこれ。すごい戦い、もうドリームマッチだよね。あーで天本琴ちゃんが来た。キャーヌさん、ムヌさん、萌木さん、こんにちは。天本さんどうしたんですか、今日はそんなに嬉しそうにされて。ムヌさんや萌木さんはなぜそんなに冷静なんですか。先週私が応援していたラフィンがエリザベス女王杯を勝ってくれたんですよ。そうだよね本当にありがとうな本当にすまんね本当ありがとう。はいおかげさまで天本さんの応援がラフィンに届いたのかもしれませんね。わあそう言っていただけると私も嬉しいです。野さん私感動で涙が止まりません、本当に本当にありがとう。野さんたちの頑張りに私は何度も勇気と元気をもらってきました。私たちもいつもペペペペ牧場応援団の応援に元気と勇気をもらっていますよね。野さんお姉ちゃんに引け目を感じていた私ですけど、ペペペペ牧場の応援をすることでちょっとずつ変えている気がするんです。あーでこれは感謝の気持ちの銀のお守り、ありがとうございます嬉しいな。さあでこちら、あありがとうねことちゃん。で有効度100か、ほうほうほう。天本さん耳まで真っ赤にして帰っていかれましたね。天本ことちゃんもね可愛いな。もう花嫁誰にしようか迷っちゃうよね。でたけさんいらっしゃいました、あーありがとうございます。あーこちらなかった、しまった間違えた。一切のスピード上げるやつの方が良かったな。でじゃあ次はで取り壊し終わったんだよね。じゃあ今度はウォーキングマシーンもう一個建てましょうか。よし行きましょう、金はめっちゃあるから。はい建てます。1月3週に完了予定です。了解。さあということでマイルチャンピオンシップも見ていきましょうか。シーキングザパール VS 待機シャトル、あーで一応シーキングザパールの方がオッズは上か。でも待機シャトルも 2.9 倍、オッズはほとんど変わらんね。まずは調子どうだったかな、ちょっとよく見てなかったな。で待機シャトル、
待機シャトルは強いよ。この子3歳か。で、タケさんですよね。よし、じゃあ行きましょう。さあ、頑張って。さあ、こうマイルチャンピオンシップ勝てるかな。競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の U まで、まあ距離的ではねバッチリだと思うんだけど、それは待機シャトルも一緒だもん。さあ、まずはまずは飛ばして、はいはいはい、でシーキズムザパール、そうスプリンターズステークスもね勝ったんですよ。さあ短距離 G1 連覇を狙います。頑張って。さあ、そしてそして2番人気の待機シャトル来た。待機シャトルもね調子良さそうっすよ。これは負けらんないっすよ。さあ、では行きましょう。3番人気以降はもう眼中になし。さあ、でマイルチャンピオンシップ日本レコード、そしてコースレコードともにダンツシアトルでございます。本当にすごい馬をね私持ってたんだね。さあ、行きましょう。京都競馬場、さあ最後は大外枠のフェンバーウォールゲートに入って、さあお願いしますよ。シーキングザパール、スタートは悪くなかった。先行争い岩ハイジ前に行きそうです。さあ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 、オースビューティー岩ハイジ先手を取りました。その外に競泳マーチ、その外どうでしょうかね。ピンクの帽子、ちょっとバグに飲まれそうな位置だよね。でもね、ウィニングポスト、なんだなんだ、待機フォーチュンが、故障してる。そんな場面にまた立ち会っちゃった。いやー、これね、本当に気まずいよね。勝てたとしても、なんか大喜びできんもんな。大丈夫かな、待機フォーチュン。いや、大丈夫じゃないだろうな。なんかどんよりしちゃうよね。その外からは、さあで、まだ上がってきてないな。そこにいるのは待機シャトル。私も上がってきたけど、どうだどうだ、届くか。待機シャトル、やめてやめて。あー、負けたか。上待機シャトル、3着に競泳マーチ、安定してやったり、 G1 の舞台で悔しい。やるじゃねえか。待機フォーチュン大丈夫かな。ルース顔を上げろよ。ちょっと相手が悪かったんだよ。さあ、ということで今回はここでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。